ボールを運ぶのはプラマ、バウンパスでエスベリエ、ここにこうしたのは谷口、バスケットカウント。今日もゴール下カットインで見せます谷口。このカットインです。ここもウッドベリーの見事な合わせ、よく見えていました。谷口シュート決まってエンドワン、木村慶太郎です。さあ5点差、2ポゼッション差。ここはブラント、豪快なワンハンドダンク。展開になっています。今日の注目選手の活躍、香川は12番ブラントの豪快なワンハンドダンク。相手の流れを断ちました。非常にハイスコアな展開。バーグ、三森とのマッチアップ、振り切ってのシュート、バスケットカウント。バーグが決めました。エンドワンです。勝率を伸ばし続けたい香川。バウンスパス、バーグ、見事な合わせを見せました。森田バーグの通面ゲーム。途中に、離脱、今シーズンはここまで46試合ですね、出場しています。さてその筑波だけでなく、途中出場の森田の非常にいいオフェンスリバウンドを見せました。ウッドベリー中に入ってダブルクラッチ、打つと見せかけてのこのドライブ。ウエラがボールを持っています。中、ここは自分で行く、強さを見せましたウエラ純喜。ここでオフィシャルタイムアウトに入ります。ウエラ純喜、そのアタックをもう一度。ウッドベリー中、アタックしようというところ、ダブルチームで止める、時間かけさせている。阿部がフリーになった、スリーポイント、こちらも2試合連続阿部瑞希。ブラントから飯田亮、そしてトップの位置で児玉が受けて、中澤ファイトオーバー、オーバーヘッドパス、飯田バウンドパスでゴール下のブラント、ポンプフェイクからバスケットカウント。藤高のファール混んできました。個人ファール3つ目、そしてこれでチームファールは2つ目となっています。この後ブラントに、この後半入ってからも一進一退の攻防が続いています。ブラントのスリーポイント、欲しい時に来るのがブラントのスリー。マブンガフェイクから中、ベースライン切り込んでいく、キックアウト、木村、しかし奪った児玉、そのまま一気に駆け抜けて決めました、児玉孝之。後半に入ってこのアグレッシブプレー、児玉孝之。今のは板橋のファール、バスケットカウントでした。ボールを持つのは香川の森田、バーグに預けてウッドベリーがゴール下、キックアウト、カットインを見せました。ここはウッドベリー、まず第4クォーター、一気にこのウッドベリーの、その第3クォーターでちょっと後頭部を打ちましたので心配でしたが、飯田しっかり隠しています。バグフローターシュート、ここで香川がまたリードを広げた。中に入っていく、ミドルジャンパーはリバウンド拾って児玉、一気にスピードアップ、ブラントも来ている、ここでブラントとトレーラープレー完成。もう一度ご覧いただきましょう。児玉がリバウンドを拾ってからもうノンストップで走り込んで、そして後ろから来ていたブラントとの合わせ、トレーラープレー、ここでつなげていきました。相手に流れかけていたところをもう一度このチームでボールをつなげて、速攻で谷口ボールを持って、中にいるブラント、ゴール下にいたのは児玉、一旦外、谷口スリーポイントシュート、決まった、谷口博己、値千金のスリーポイント。ここは時間をかけながら上田、谷口に送ってすぐさま狙った、これを決めた谷口、スリーポイントシュート3本目、大きな大きな1本になった。しかしマブンがすぐに行く、リバウンドブラント掴む。さあ試合時間残り20秒を切った、そしてゴールした上田、一気に